はい。ユのエアーさん、どうもです。カ、え、ブ、ー、さん、お疲れ様ですね、えー。今日も日本はいい天気です。うん、えー。ベルギーにも臭いカメムシはいるんですね。えー、庭仕事も大変そうですね。えー、ベルギーはまだ川いませんか気をつけて頑張ってくださいね。川はまだね、見かけませんね。うん。はい。川ね、結構こっちも大きいので、刺されると結構厄介ですので。うん。カメムシいますよ。うん。 あの匂いはね特にしなかったんですけどねうん 195t さんどうもです「ツ、え、バ、ー、の花が落ちるけん花は自分を誰とも比べない47の花が教えてくれたこと、えー、稲垣さん稲垣諸より」ということですね、うん「椿の花が散ることなく花全体がぽとりと落ちるのは花をバラバラにされて 蜜を奪われないように、額を中心に花びらやおしべがしっかりとした構造をしているからなんである。なるほど。うん、それでも花が上向きに咲いていると鳥たちが上からいろいろと花を攻撃してくるかもしれない。えー、そのため、椿の花は下向きに咲いていて、えー、鳥たちはゆっくり蜜を吸わせないようにしている。しかし下向、下向きに咲いていると蜜が流れ出てしまう。えー、そのため、おしべと えー、めしおしべの間に、えー、細かい溝を作り、毛細血管、毛細、えー、毛細管現象で密を保つように工夫されているという、なんという巧みな工夫の数々たらすごい巧みですね。えー、咲きかけて春に咲くというのは、そういうことなのだということらしいです。ほう、そういうふうに進化の過程出できたんですね。なかなか、あのー、深いですね。 うん、ってことは、おそらく以前、えー、ぼっとんと落ちる椿と、そうではない椿があって、もうぼっとんと落ちる方の椿が進化していった結果なんでしょうね、きっと。うん。まあ、サランカとは、炭焼けをしているのかなっていう感じでしょうかね。うん。なんか、首からぼっとんと落ちるということで、椿は、なんか、結構、不吉な、なんか、ね、花っていう風な話を、よくおばあちゃんからされてたんで、あれですけども、ね、あの、そういうからくり、進化のためなんですね。 面白かったです、うん、えー、195T さん夏の打ち合わせは、えー、今夜18時半からになりました。えー、ってことは嫌な顔してますねこれね。 さっきピンポンが鳴ってワンワンが吠え、えー、誰と、えー、出てみると副長さんでした。で、唐突に電話番号を教えてと、探してもわかんないからわざわざ来たらしい。なんでよ、前に教えたってば、えー、昨日名前間違えて、えー、ち間違って呼ば,呼ばれたりもしたので、また間違えてって気づかない説もあるな。なんだか先が思い出られる。はあ気が重たい。重い。うんえ、ね、っていうことでございますね。うん。ってことはこれは、 最悪っていうことですかね。うん。えー、そらか彼さん、よろしくお願いします。えー、かぶさん。えー 映画森の学校のことをご存知でしたかもしかして鑑賞したことはございますか海外でも上映されたこともあるそうです。この映画はネット配信や DVD やビデオは発売されていないため、映画館でしか見ることができないため、幻の映画と呼ばれています。この前紹介した天柄門同様に土浦セントラルシネマズで定休日の土曜日を木曜日に除いて、毎日1日,日1回今も上映されています。2021年3月 から再上映されています2021年6月から 4K 版が公開されています。ちなみに映画「森の学校」の舞台挨拶は、三浦春馬さんの地元で開催され、土屋セ,セントラルシネマーズで当時12歳だった三浦春馬さんが挨拶をしたそうです。そんな思い出が残る映画館で、森の学校と天柄門が毎日上映されています。三浦春馬さん出演の最古と最新作が毎日上映されています。 いますそうですね。実は、えー、私は実際に土浦に足を運んで、土、えー、浦セントラルシネマズも、でも、えー、森の学校と天狗ランを鑑賞したこともあります、えー。シネコンの映画館にはない魅力のある映画館です。土、えー、浦市に残る古くからの映画館はここが唯一だそうです。ということです。なるほど。うん森の学校をね、どっかで見たんですよね。学校だったかな多分それこそ。でも映画館だけしか上映されないんですね。でもなんか学校。 見てみた気がするんですよね。それこそ高校だったかな。うーん、ちょっと忘れま、どっかでこれ見たことありますよ。YouTube かな。うん。でも全部は見てないですね。うん。 はいそして、やらかしまくってますね。えー、っと、カムくん、甘いかーテてらさん、よろしくお願いします。えー、カむくん、こんにちは。安寧、食産と読みますと、うん、食産、えー、そして、臨済宗、えー、明神寺と読みます。うん、京都にある有名なお寺です。またちょっと、えー、覚えてないと忘れちゃう可能性もあるんですが、えー、ん、海岸供養とは、目を閉じ、開くんじゃなくて、完成して仏様に魂を入れることなんで、あ、そういうことなんですね。なるほど。うん。 カモンは水戸黄門、えー、水戸光圀に、えー、とゆかりがあるわけじゃありません。えー、ドラマのミスりですよ。あ、ちょっですね。ということらしいですよ。うん、水戸黄門ね、あんま、ね、あの見てたのかな。うん、水戸光圀、えー、は徳川お三家の一つだから、当然、徳川家のカモンを使っていますよ。えー、三つ葉イですよ。うん なるほど、我がマイクボイツ族もカモは持っていますし、どんなカモか,かも承知していますよ。うん、左の耳から入って右の耳に抜けていくのは面白いですね。ちくわの耳と呼んでいいですかってあのね、なん 国語の場合はねねそうなんですよ、ねうん、英語の場合は耳に入ることも受け付けないんですよね。うん、あの別に自分がねそうしたいわけじゃないんですよ。勝手になってくくんですよね。うん、え間違いにいくださないねえ。ポテトサラダの件で怒,り怒鳴りつけたのは主婦の方ではなく、あ主,婦が主婦の方が老人男性か怒りつけたのあ本当ですかってことはこのおじ,おじさんが。 ちょっと、観光や知的な感じだったんですね。えー、コリン様の事故を起こされた車の写真を、たまわりで見せていただきましたが、エアバッグは空いているし、えー、かなり危ない事故とお見受けしました。あ、なるほど。ってことは、えー、たまわりで、そういった話もされたんですね。うん。えー、ちょっと、ま、全然、あの、なんだっけ、ちう、ん娘さんが、あの、ポジティブな感じだったって話がありましたけど、全然ポジティブじゃなかったっていう。 ね危ないですね、本当うん。えー、それからさん、2004年の新潟県中越地震で、えー、問題になったのは、エコノミー症候群。あ、それです、それです。エコノミー症候群ですね。え成分不足が原因で発症することもあります。え体を動かすとともに、水分補給もしっかり行いましょう。うん。エコノミー症候群ですね。これは、エコノミークラスに座ってるからエ、エコノミークラス症候群ってなるんですね。ですかね。 うん、えっと、ファーストクラスのとかでは、ゆったりできるから、まあ、血がとどまんないっていう感じ。エコノミークラス小学校で新潟県津越市でなんか結構話題になりましたよね、うん。思ったんですけど、寝てるときってずっと体を動かしてませんよね。あれも血が固まっちゃったりして危ないんじゃないかなってちょっと思うんですよね。でも、仰向けだから大丈夫なのかな。 ゆうのやんさんどうもです。かむさん、東大が動物同士の会話の研究に取り組むそう多いですね。面白い研究ですね、うん。鳥にも鳴き方によって意味が違ったりすることが分かっているそうですよ。動物同士の会話が分かったら面白いですね。あと、人間ともしゃべれたらいいのにと思いますね。うん、人間とのコミュニケーションっていうのも、どんな感じでされてるのかっていうのも、東大が研究したら面白いですね。動物同士の会話の研究、どういう風に取り組むのかちょっと楽しみですね。 うん、あの鏡を認知するっていうこともどっかの大学は方もやったと思うんですがでちょっとなんかねこれはね、えー、どんな感じなのか動物っていうのはこれは哺乳類とかですかね、うん、結果が気になりますね。うん えー、斉藤さんよろしくお願いします。カブんこんにちは、えー。今日の滋賀県南部は最低気温5度、最高気温21度と西風が吹いて暖かいというようり、えー、動くと汗かいて日中は半袖でも寒くないですよ。うん。あてことは高気圧が通過してって。 たのかなそんなこともないか、うん。西風、なるほど。ベルギーの灰やカメムシを昆虫というより、私には害虫にしか見えませんね。え昨年末もカメムシを外出先けで見たりして、えカブくよく触れますね。うん、カメムシはえ触,れ触,れ触られたあ触られたりすると、石を離し飛んでいくときに匂いが手につきませんかえカメムシ自体、自分の匂いに気裂するらしく、石を放ったらその場を離れるために飛ぶそうですよ。本当ですかえ、あの。 な特に匂わなかった気がしますようん。我が家のハーブやラズベリーなど20株くらいが、えー 無農薬栽培なんで、カメムシに被害が合わないようにパトロールに余念がないですからね。うん、私にとって、えー、手入れして育てる草花にとっては敵ですから発見したい、容赦しませんよという猫ですね。カメムシね、あの寄生しますよね。でもカメムシにもいろんな種類がいて、まあ多分今回は僕が見たやつも多分寄生するタイプのカメムシでおそらく害虫扱いされていると思います。うんあとなんなか あのコオロギみたいな形のなんか足が結構筋肉質のカミムシいますよね、うん。体があのちょっと細いんですけどね、いろんな種類がありますよね。うんでもこれ、あの平行いてなんかあれですね逃げるなんてすごいズうシーしいなっていう感じしますよね、うん。あの一説にはカマキリとカミムシを一緒にこう同じ容器に入れておくとカマキリですらあの失神するらしいですね。うん えっと、マザーデリアさん、よろしくお願いします。カムさん、目が覚めましたか、えー、この書き込みがスルーして休ん、休あげて休んでくださいね。うんこのコメント、どうしようかな。ちょっと気になりますね。うんあの、怪我は前もコメントをしたと思いますけど、えー、高所から誤って落ちたからです、えー。夫の移動の時に自宅で引っ越しの準備をしていた時です。えー、後から聞いた話ですが、その時家族がいたんで、交通の栽培でしたあ。じゃあそこからずっと、あれなんですね。あのー かえっと車椅子さんですね。夫、あれ、ママの姿がないね。どこ行った次男、奥の部屋で、羽生君か、ルリアの動画で見ているんじゃないえ三男、さっきベランダで作業をしていたのを見たよ。あれ、なんでいないの長男、まさか嘘でしょってな感じで、長男が異変に気づいて、私のところに落ちた場所に来てくれたんでした。すぐに救急車四呼んだみたいです。今もう体中に金属が入ってるんで、違和感はあります。金属。 えー、金属ですか。もしその時に家に誰もいなかったら今ここにいなかったのかもしれません。え車椅さは長距離移動の時は利用しますが、家の中やちょっとした距離なら、えー、歩行できます。うん。ということですね。で、えっと、時々何かに捕まるか、誰かに解答してもらわないと立てないこともあり、寝たきりにならないためにえできるだけ歩くようにはしてます。ということですね。うん。ー大変ですね。でもこれ、2回、ど 結構高いところから落ちたということなんですね。うん、あのー、危なかったですね。打ち所ころが悪かったらっていうのを考えると、ね、不幸調の幸いっていうね、えーで、感じはしますが、ずっと車椅子っていうのも、うん、はい、かなり、あのー、大変な気がするんですけども、うん。でも、どうしてこれ転倒しちゃったんですかね。うん、まあ、ちょっと気になるんですけども、えー、はい、うん、心配でございます。 場所的なところがね、ちょっと気になりますけども、えー。マイク・バーティラーさん、そう、これまたやらかしてますね。株くん、こんにちは、えー。断食ではなくて断食と読むんですね、えー。断食で読んだら断食になっちゃいますよっていうね。うん、これはやばいですね。うん。断食ってのはあれです。例のことですよね。うん。ね、あの、断食と断食、ね、ちょっとやらかしてますけど。うん。 えー、レモンみかんさんどうもです。えー、今日は人工巡りをしてきて、えー、左足の足首が抜けそうになりました。いや半、半抜けになっていたかもしれない。いつも私は足首までのブーツみたいな5センチのヒールの靴をきっちり履いて、な,なんとか干してるんですが。 何、えー、ですかこれねカツコって言うんですかねえー、今日は 3cm、えールの靴をうっかり履いていきました。えー、足がすごく疲れちゃった。えー、腰にも良くなかったです。うん。えー、フィギュアスケート選手は節々が、えー、よく抜けないなっていうね、うん。ことですね。まあ、フィギュア選手も、まあ、なんだろう。結構、ね、あの、足の靴の中は結構ボロボロになっていたりはしてます。特にね、あの、爪がね、 本当に小指の爪とかあの薬指の足の、うん、爪っていうのが本当にあるのかないのかちょっと分かんないぐらいぐちゃぐちゃになってますよね。うん。なんで、まあ、えっと、そんな感じで、うん。でも普通ね、あのそういえば銀行に巡りっていう話をしてきましたよね。いろんな銀行をね、持ってるっていう話もね、ありましたけども、うん。はい。 そして、ゆうねやさん、どうもです。かぶさん、日本は明日は今日よりももっと気温が上がるらしいですよ。場所によっては夏日になるそうです。うん、夏日ってことは25度以上の、えー、ですよね。今年も夏が長くなりそうですね。あと、普段、おとなしい人ほど切れると怖いのは、普段おとなしい日本人そのもののような気がしますね。うん。おとなしい人ほど切れる。ああね。多分そうかもしれませんね。うん。結構、まあ、普段、うっを貯めてるのかなっていうね。 いう感じかもしれませんね。うん。優しい人ほど怖かったりっていうのはねありますよ。うん。